このビデオでは非線形性的応力スタディを使用して過負荷状態の構成指示針の非線形応答を評価する方法について説明します。ここでは針の変異を調べます。見やすくするために変形後の形状を誇張しています。ただしデフォルトでは非線形スタディの結果は実際の変形後の形状を使用してレンダリングされます。このスタディの設定と実行に必要なことを確認しておきましょう。 最初にシミュレーション作業スペースに移動し、非線形性的応力スタディを作成します。このアイコンをクリックして、スタディの設定を確認、調整することができます。非線形性的応力スタディとは違って、非線形性的応力スタディは複数回の増分を経て計算されます。そのため、気化非線形とマテリアルの非線形性を補足できます。ここでは増分の回数を60とします。 またスタディー用に 7mm の絶対メッシュサイズを指定します。CAD モデルのマテリアルは線形のマテリアルである汎用の鉄鋼として定義されたものです。ここでは Fusion360 の非線形マテリアルライブラリから非線形シミュレーションのマテリアル、具体的には高強度、低合金鋼を選択します。非線形マテリアルの特性について見てみましょう。 シミュレーションのマテリアルは、ドキュメントのマテリアルリストに表示されます。非線形データは、材質タブの詳細プロパティセクションにあります。マテリアルのタイプは素性であり、そのプロパティはデータテーブル内で個別の応力歪み点によって定義されています。非線形性的応力スタディでは、シミュレーション全体を通じてマテリアルの剛性を変えることができます。 このアイコンをクリックすると、応力歪み曲線の 2D グラフが表示されます。およそ 234MP からわずかに非線形の挙動が始まり、およそ 350MP より上で非線形性が顕著になります。独自のカスタム材料を作成して、定義済みのライブラリに表示されるマテリアルを増やすことができます。既存の非線形マテリアルを選択し、テンプレートとして使用します。 次に、このアイコンをクリックして、マテリアルをお気に入りライブラリにコピーし、プロパティを開いて編集します。詳細については、Fusion 360のヘルプを参照してください。次に、指示針を拘束します。針の正の X 方向の端にある小さな面に固定拘束を適用します。また、針の反対側の端にある小さな面に Y および Z 方向の移動に対抗する拘束を適用します。 これら2つの高速により適用荷重下で針を曲げられるようになり負の X 方向の端の指示で針を曲がりに応じて軸方向に浮かすことができますこの設定は基本的には単純指示針の設定の代表的なものです針の上面に垂直に作用する 300kN の力を適用しますこの力は中央部分にのみ制限しますそのために CAD モデルで針の上面を分割してあります これでスタディを解析することがでできまます。すす。非線形スタディの解解析析はクラウドで実行する必要ががあります解析が完了すると結果がクラウドからダウンロードされ最後の計算ステップで得られた安全率が表示されます最小安全率が非常に低くなり針のほとんどが真っ赤になっていることが分かります針の体積のかなりの部分が幸福応力を超えましたがまだ破損はしていません 300キロニュートンの力を適用し60ステップを指定したので荷重はステップあたり5キロニュートンの割合で増えます。シミュレーション終了時の最大フォンミーゼス応力は初期降伏応力の234メガパスカルを大きく超えています。また基本降伏強度の350メガパスカルも大幅に上回っています。 基本的な幸福はマテリアルの合成がヤング率から0.2%オフセットした応力です。最後に変異を見てみましょう。最大の変異は荷重が適用されているスパンの中央付近と上部フランジで発生しています。この結果の 2D グラフは特に興味深いものがあります。35ステップを超えた辺たりから変異が指数関数的に増加し始めています。シシミュレーションの終了付近では カーブの傾斜が急になり、明らかに針が破損寸前であることがわかります。